こんにちは、佐々木です。本日はメルカリ、マスク転売に代わる高額転売方法を発見、初心者必見、この商品がこんな売り方でお金を稼ぐのはびっくりですというテーマについてお伝えします。それでは早速いってみましょう。はい。この名はですね、マスク転売に代わる儲かる商品ですね、見つけました。ぜひね、紹介させていただきます。はい。まずこちらですね、こちら消毒液ですね、これを入力していただきまして、まあ、全てですね。で、今回売り切れで検索します。そうしますと、こういったのがたくさん出てくるんですけど、これですね、注目はこれなんですよね。はい。で、これですね、見ていただくとわかるんですけど、これ病院でよくね、使うですね、まあ、消毒液なんですね。塩化ベンザルコーニウムという原液を、薄めて使ってるっていう、まあ、これを原液を売ってるような感じですよね。で、これを880円で売っていまして、これは、この、入れ容器ですね。これは100円で購入したいと思うんですよ。で、これ実際売ってるかちょっと調べてみました。はい。で、その人はアマゾンに売ってますね、これは。これですね。これ18キロで相当な量なんで、これをですね、おそらく売ってる可能性は高いですね。まあ、似てるもんなんで。はい。なのでね、こういった風に、まあ、消毒液をね、薄めて売るっていう方法で利益出してる方もいますので、まあ、これね、まあ、規約違反ではないかと思いますが、ぜひね、参考にしていただければね、いいかと思います。はい。はい。ぜひ、チャンネル登録お願いします。LINE 通していただきますと、ゼロコミュニティですね。あとは秘密の、コミュニティに参加する権利があります。あと、1万円でね、販売商品もですね、無料でお渡しします。ぜひ、LINE 登録お願いします。あとですね、悩み、質問等からも、LINE アットからね、登録していただければね、お答えします。ぜひ、お待ちします。今回動画以上となります。幸いご視聴いただきまして誠にありがとうございます。次回またよろしくお願いします。ありがとうございました。